頭崎城は、秋国高屋保津、現在の広島県東広島市高屋町庭中,中に、築かれた、日本の城。史跡指定名称、平賀市の遺跡の一つとして、味噌の浮き、白山城と共に、県の指定史跡。戦国時代後半、この秋国祭城の地にも、大内氏と天古氏の勢力が伸び、両者の争いが激化していった。大英三年六月、 大内方の鏡山城が落城した。平賀氏当主、平賀広志穂は居城であった白山城の防備に不安を感じ、近隣の遠崎山に築城、着難の平賀沖貞を城主とした。ところが、協定は父の意向を無視して、甘氏に属し、大内方に味方した広志穂と孫の高宗、構想で争いを繰り広げることとなった。天文九年。 大内義高の命を受けた、毛利元成が、この高屋穂へと進出、頭先城を攻略した。敗れた、協定は出家して、平賀氏の家督は、協定の着手である高宗が相続した。平賀高宗は、大内方として活躍するが、天文18年に貧国国つかみ返上を、攻撃中に死去した。祖父の平賀広志は家督を、平賀広志将に継がせようと考えたが、 大内義隆の作望によって、平賀氏の家督は、小早川氏所流の義隆の長道が改名して、相続し、平賀隆志と名乗った。天文20年に、大明寺の変で、大内義隆が、東高房によって殺害されると、東方に味方していた、毛利元成は、大内方であった頭先城の平賀隆志を攻めて、落城させ、家督を平賀広志章に継がせた。 慶長5年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏が傍聴違法となると、平賀氏もそれに随行し、頭先城も廃城となった。昭和44年4月28日、御園浮、き、白山城、平賀氏の墓地と共に、平賀氏の遺跡として、県指定史跡に指定された。標高504メートル、飛行200メートルの塔崎山に築かれた城郭で、 吉田軍や真っ城に次ぐ規模を誇る、広島県内最大級の城郭。城域は、東西900メートル、南北600メートルの広大な範囲に及び、本丸に相当する河の丸、西の丸、太鼓の段、炎章の段、稽古場、大正人等の車群が残っている。ありがとうございます。